おはようございます。いや、やっぱり朝は気持ちいいね。ちょっとうまく見えないと思いますが、すごくすごく天気がいいです。ランニングしに行きます。バルコニーが広いんですよ。これ捨てようかな。この朝日がこう当たる感じがとても好きです。さあ走りますか。こんなはずでは。今日はだいたい9キロいかないぐらい走りましたね。ちょっと足りなかったですね。また体力あれば夜に走ります。飲むときはプロテインとあとクレアチンを入れます。ちょっと今日はこの後、この後といっても4時間後3時間後に美容院があるので、それまでやれることを集中してやりたいと思います。まずはちょっと朝ごはんを買いにコンビニ早く行きたいですね。たまに飲みたくなるんですよね。これから美容室行きます。髪切った。寝てしまった。ちょっとデザインの本を買いに行きましょう。とりあえずこの本を読みます。今回私が実際に利用しているレンタル家具家電のサービスについてのご紹介と、あとレンタルしているものを3つご紹介していきます。さあ行くぞ。今利用しているサービスがこちらのクラスっていうサービスを利用してます。ここのサービスを利用しようと思ったきっかけが、なんかブログを読んだ時になんかレンタルを使ってますっていうのを知って、レンタル各家電サービスをいろいろ調べたら、結果このクラスにたどり着いたっていうところが経緯です。他にもレンタルサービスはあると思うんですけど、なぜクラスにしたかっていうと、取り扱っている商品が結構私の見覚えのある商品が多かったっていうところが一番の理由です。例えばダイソンの掃除機とか、またパナソニックのキューブ型ドラム式洗濯機とかっていうのがあったので、すごく信頼できるものを置いてるなっていうところでここに決めました。で、結構月々の料金も安くて、だいたい1年ぐらい利用するとこの元の値と一緒ぐらいになるっていう感じですね。で、1年を超えるとまた最初の1年よりも料金が下がる、2年目になったらもっと下がるみたいな料金のシステムになってるみたいです。ただですね、途中で解約をする、返却をするとなると、期間に応じての返却手数料がかかるので、ここは注意した方がいいと思います。少し先を読んで借りるっていうのをした方がいいと思います。私も以前、今借りてるのと別の家具を借りてたんですけど、すぐに引っ越しをするってなって返却をしたんですよね。その返却手数料が結構かかったので、ちょっと考えて借りた方がいいなと思いました。
応流れとしてはとても簡単で、商品を決めて、配達日を決めて受け取るだけになります。返却する時も返却日をまた指定をして取りに来てもらって終わりっていう形になります。で、決済は商品が届いた日が決済日になるので、そこからその日に毎月クレジット決済が落ちるような形になってます。今まで5点ぐらい借りてるんですけど、全て新品のものが来ました。ただ物によっては以前誰かが使ったものっていうのが届く可能性があるので、そこは一概には言えないですっていう感じですね。気になったら実際に使ってみた感想っていうのがより詳しく聞きたい方はぜひコメントをお願いします。はい、では今3点借りてるので、その紹介を最後にして終わりたいと思います。まずいつもやってる最近借りましたソニーのノイズキャンセリング付きのヘッドホンですね。ちょっと前のですよね。で、こういう小さなものから、あと観葉植物とかもいろいろありますので、ぜひ見てみてください。で、次はキッチンになるので、キッチンに移動します。続いてこの冷蔵庫です。はい、冷蔵庫、これが90リットルの冷蔵庫なので、ちょっとちっちゃめですね。ただ一人暮らしなのでだいぶちょうどいいです。もう必要最低限って感じですね。で、こういうおしゃれなデザインも載ってます。真っ黒とかもいろいろ色があるので、ぜひ見てみてください。あと一つはここに入ってます。最後は洗濯機ですね。今回ってるんですが、これは 5.5kg、 5.5kg の洗濯機です。はい、これも結構ちっちゃめでコンパクトでとてもいいです。で、今紹介した3点を今利用してます。で、最後に料金、今利用している料金がこちらです。ヘッドホンが1760円、冷蔵庫が1320円、洗濯機が1760円です。で、合計で4740円というのを毎月払っております。結構安い方だと思うんですけど、どうなんでしょうね。結構環境に合わせてその商品数が変わって増えていくっていうのが最近傾向にあるなと思うので、ぜひつどつどチェックして、いい商品があればレンタルしていただければと思います。洗濯が終わりましたっていうところで、本日の動画は以上となります。また明日の動画でお会いしましょう。